カイスゲームの始まりです。さあこのままゼロで終わりたいと思います。終わらせてはくれないらしいかげんですね。ゼロで終わりたくてもなかなか終わらせてはくれませんスイカゲームです。さあね、昨日は何の話をしたかどうか忘れちゃったんで、ね、今日はねスイカの話でもしようと思います。スイカっていうのはね、だいたい夏場にね食卓に並んでくる、ね、外側はね緑と黒でね、中は茶色でね、すごいエキゾチックな食べ物なんだけど、なんかウリカっていう食材に該当するらしく、実は果物ではなく野菜っていう説が濃厚らしいです。野菜っていうことでね、かなり栄養素が高くてスイカにしか含まれてないので、かなりね有料なねアミノ酸みたいな一種があるらしいですよ。あとはスイカじゃなくてね、ウリとかね、トウガンとか、キュウリとかね、ウリ科の植物にね、多く含まれている成分があるらしいんですね。スイカはね、かなりレベルが高いっていうね、ネットで言ってました。興味のある方はね、自分でね、探してください。いや、俺には必要ねえよ。俺ね、人によってね、必要な成分が違うんだね。自分に合った成分をね、どう気をつけていってもらえるのかなと思っております。スイカゲームも一緒ですよね。自分に合ったスイカの作り方を見つけていくっていうのはこのゲームの醍醐味なんで、いかに自分に合ったスイカの作り方を作れるか、それはもう自分しかわかんないんでね。自分と戦うんだよね。このゲームがスイカゲームみたいなもんですね。適当なことばっか言ってるのね、干されるって気をつけましょうね。さあ、って。さあ、干されてますよ。これ、くっつけ。そこじゃないんだよね。みんなは見てると思ったよね。そこじゃないんだよね。そうな気配は濃厚ですけどね、ちょっと抗っていきたいと思います。ただでは死なんぞ。よし、気持ちっていうのは通じるね。スイカに気持ちは通じるんでね、皆さん諦めないでね、スイカに気持ちを通わせてください。こういうことだね、スイカに気持ちを通わせてはこれだ。おら通わせすぎるとこうやってね、ホームラン現象って喜んで吹っ飛んじゃうんでね、気をつけましょうね。テトリスの場合はね、右側を開けておくのが好きなんだけど、スイカゲームの時は左側ばっかりこうやって行っちゃうね。ね、右か左かどっちが好きかね、またコメント欄でも書いといてください、ね。今のね、咳ですね。まだまだね、冷えるんでね。さあ今の LINE ですね、多分ね。LINE が来たっぽいですね。今までやっていて、一度も言ってないことを言ったね。そんなに LINE やってなかったのかっていうぐらいの話。さあ、って。さあ、ももちゃんですね。さあ、ももちゃんができましたよ。さあ、かきちゃんが生まれましたよ。どんどんね。いい感じに桃が下に行ってくれたね。狙ってた通りですね。そうです、桃はそこに固定したいね。狙い通りですね。欲を言えばその柿と柿がくっついてほしいんだけどね。欲を言えば、ね、
邪魔だこのデコポは。もうデコポはかなり邪魔だったね。引っかかってもこれで取らないから。チェリーがね、いろんなところにちょっと邪魔をしだしてる。このチェリーを生かすのが大事なんだよね。こういう感じでね、チェリーを生かしてデコポに格上げしてあげる。チェリーが邪魔だ。誰が見ても明らかにチェリーが邪魔だよ。ウザキーだから泣いて喜ぶぞ。どういうこと？今やばかったね。超ホームラン現象だ。ああ、柿。柿がうぜえから追い出せ。ああ、クソ。柿がうぜえから追い出そうとしたけど、イチゴも入ってくる。イチゴと柿の勝利だね。よし、クソせ。終わったー。悔しいです。